確かなエビデンスを持つ虫歯予防法である、復化物応用とは、復化物の応用。日本では特に虫歯予防のための復化物の応用を、指す。復化物応用による虫歯予防方法は、放出した歯に直接作用する、極小応用と、放出した歯と歯の形成器の両方に作用する、全身応用がある。近年は、ほとんどの歯磨き剤に、復化物が配合されており、 復家物配合歯磨き材の使用は最も普及した復家物応用の一つとなっている。日本における復家物応用は1971年から議論されてきたが2000年には厚生労働省から核応用についての見解が示されている。1971年、日本司会司会は復家物に対する基本的見解を示した。1972年、 日本高校衛生学会は水道水復火物添加法の推進表明を示した。1982年、日本高校衛生学会は、右食予防プログラムのための復火物応用に関する見解を示した。1985年、国会における質問とそれに対する答弁が行われた。1989年、厚生省は幼児期における 歯科保険指導の手引きを発刊した。1989年、日本学校歯科医会は、学校歯科保険と不相を示した。1999年、日本歯科医学会は、復活物応用についての総合的見解を示した。2000年、厚生省は、水道水への復活物添加についての合意文書を示した。2000年、日本歯科医師会は、復化物応用、 水道水への復化物添加に関する見解を示した。2000年、厚生労働省は健康日本21にて、復化物塗布、復化物配合歯磨き剤についての目標を示した。2002年、日本高校衛生学会は、今後の我が国における望ましい復化物応用への学術支援を示した。2003年、厚生労働省は、復化物選考ガイドラインを示した。 復化物の極小応用は、復化物が放出した歯に直接作用することを期待する復化物応用である。復化物配合歯磨き剤は、歯磨き剤中の復化物が歯の表面に作用し、歯のエナメル質に反応して、耐酸性の強い結晶を形成する。フッ素は、歯の再石灰化を促して歯質を増強したり、虫歯の原因菌に作用して酸の生成を抑制するなど、 虫歯の予防や治療に大きな役割を果たす。日本で初めて復活モノ配合歯磨き剤が市販されたのは1948年。50年代には子供歯磨き剤を中心に普及が進み、モノフルオロリン酸ナトリウム配合の歯磨き剤が発売された80年代はじめには10%を超えるシェアを持つほどになり、現在では重量ベースで90%以上となっている。 復化物線香は、復化物水溶液を用いてブクブクうがいを行い、葉のエナメル質表面に、復化物を作用させて、虫歯を予防する方法である。国蘭共同計画によれば、復化物線香は、永久歯の虫歯を、紙面数では平均27%、波数では平均23%減少する。この効果は、復化物配合歯磨き材の使用や、 水道水復活物添加環境下においても失われない。適応状況例はあり、話、し対は区分がないことを表す。復活物の全身応用は、復活物が放出した歯と歯の形成器の両方に作用する復活物応用である。水道水復活物添加は、復活物を浄水道中に添加し、多数の住民を対象として虫歯を予防する手法。 北アメリカとオーストラリアでは多くの自治体が安価な費用で効果を期待できるとの考えにより水道水への復化物添加を実施している。日本では各地に点在する在日米軍基地においてフロリデーションが実施されている。1952年2月、復化物濃度 0.6mgL で京都市の山品上水道において実験的に開始された。フロリデーションは 当初提示された計画期間より1年長く継続され、1965年2月に終了した。1967年、三重県市会市会が中心となって、三重県、朝日町において1971年まで6、年半にわたり実施された。この事業は、地域の市会市会が積極的にプロモーションを行って実現された。2019年6月6日、 吉田学ナ政局長が厚生労働委員会にてフロリデーション、これは日本では行われておりませんと答弁している。アメリカでは飲料水中の復化物濃度が指摘濃度より低い、地区にて輸食リスクに基づき復化物サプリメントが処方される。国連共同計画によれば学生では復化物配合サプリメントを使用すると不使用と比較して A 久歯の輸食に予防効果が認められた。輸食予防効果に関して、復化物配合サプリメントと復化物局所応用の間に差はなかった。ありがとうございます。